メーベールはオーストラリアの画家であるオーストラリアビクトリア州のバララットで生まれた1872年に家族とメルボルンに移り1874年にはロンドンに移ったロンドンではロイヤルカレッジオブアートで学び1879年にオーストラリアに戻るとメルボルンのビクトリア国立美術館付属の美術学校で オズワルド・キャンベルやジョージ・フォリングスビー、フレデリック・マッカビンに学んだ。同時期の学生には、ジェーン・サザーランドや、クララ・サザンがいた。1893年に、メルボルンのスワンステン・ストリートにスタジオを開き、美術教師、肖像画家として働き、1895年に、美術学校を開いた。教えた学生には、アリス・マリアン・エレン・ベールがいる。 1883年に創立されて4年間活動したメルボルンの芸術家の社交クラブであるブオナローティソサイエティの会員に1884年に選ばれた。このクラブにはトム・ロバーツなど有力な画家が会員であった。1906年にロンドンに渡りチェルシーポリテクニックでエナメル画を学んだ。ビクトリア芸術家協会や婦人美術クラブやメルボルン。 アテナエウムなどの展覧会に作品を出展した。1927年には古典も開いた。メルボルンで1945年に死去した。作品はビクトリア国立美術館やニューサウス・ウェールズ州立美術館に残されている。ありがとうございます。